それが彼から学んだ一番大事なこと、それは本には出ていない感覚でしかないんです。そんな話もしてましたね。なるほどね。やはり、まあ、歩みを止めない。やはりシャビエルがワントップの位置に入っています。お前がツーシャドウ、こういった並びになっているのが札幌。右足で上げてポストに当たる、こぼれ球、いきなり崩してシャビエルがビッグチャンスをつかもうとしていましたが、ハーフスペースもしっかり埋まっている状態ですからね。そうですよね。小野瀬、勝負できるか。左足のシュート、菅野、ブラインドから打っていた小野瀬で、金子が今最前線、この位置には田中、ワンタッチ、ルーカス・フェルナンデス、スルーパス、小前のシュート、一森ビッグセーブを見せました。ワイドの宮澤が中に走り込んできて、その前、一森パンチング、ペナルティースポット指さしてますか、はい、あーっとここで止めました。湧き上がるパナスタ、一森ビッグセーブを見せました。ここで一度タイミングずらすんですけども、一森やっぱ触れることなくしっかりとこう、まあ、自分の左サイドに飛んでくるっていうところも頭の中に入れながら、キャッチするところまでが素晴らしかったですね。戻したところ引っ掛けたガンバですが、もう一度ルーカス・フェルナンデス、奥野がハーフスペースを埋めています。アラのワンタッチ出てヘッド、一森まだ行きます、ここでキャッチ、まあ、そうなると本当にスプリント力というのも必要になってきますもんね、うん、はい、走り合いを挑んでこようというガンバ。菅、クロスを上げるヘッド、小前がいい形で入りました。すり勝ったのは田中、藤原から福田、パトリック前を向いた、いいところにボールを置いた、シュートには行かせなかった菅、足がよく戻りましたね、サイドを変えます、ルーカス・フェルナンデス、アラドのシュート、一森だ、また一森が止めました。田中俊太がつきますが突破した、柳沢上がってきます、中2枚、そのまま打ったか、菅野シュートでしたね。そうですね。パトリック、コマイとの競り合い、高峰右足で出して中島です、ありました、ただすぐに行きます、青木が来た、青木が来た、1対1、また一森だ、よく止めた、またしても一森、目安の4分台に入っています。あと何プレー残るか、そしてここでホイッスルが鳴りました。0対0、スコアレスドロー。